皆さんこんにちは、株式会社サイバーコネクト2取締役社長の宮崎と申します。今回はですね、7月4日から、ロサンゼルスで開催されるアニメエキスポ、こちらの方に私たちサイバーコネクト2も参加させていただくことになりました。今日はですね、それのご案内を、させていただきたいと思っています。大きくですね、4つ私たちの方で参加させていただくものがあります。1つはですね、私たちが初めて、挑戦しています、パブリッシングタイトルとして挑戦しています戦場の風雅、こちらの方はですね、日本とモントリオール、それぞれ連動しながら、制作していたタイトルになっておりますので、そういったね、苦労話やなかったこと、そんなことをお話ししていきたいと思っています。ではモントリオールのケベン、自己紹介よろしく。はい、I'm Kevin. I'm from Montreal. I'm a character artist at CyberConnect2. Right now I'm working on the new title Fuga as a main artist. Oh, nice to meet you. はい、こんなね、ケベンと私と2人でですね、いろいろな、ね、情報を皆さんにお届けしていきたいというふうに思っています。そして、2つ目、もう1つパネルをやらせていただきます。これはですね、サイバーコネクト2、今ですね、世界から、クリエイターを採用するという、こういった、働きかけをやっております。カナダモントリオールスタジオだけでなく、日本福岡本社、こちらの方でもですね、外国籍の、優秀なクリエイターたちをどんどん積極的に採用していきたいというふうに考えています。今ね、ご紹介させていただいたケベンも実は、この夏から、日本に転籍と、本人がね、日本でぜひ働きたいというところで、やってきます。ケベンはね、今モントリオールで働いていて、日本のね、企業ですけども、どうですか、働きやすさ、働きにくさ、何かありますか？If you work at the Montreal studio, we will see everyone is really friendly, give a lot of opportunity also, and one thing is it's really cool to be connected with Japan. そうだね。で、今回ね、ケベン日本で働くっていうふうに、決めましたけど、これはケベン自身はどういう心境変化だったんですか？ I'm really stressed, but also I'm really excited to go in Japan. You think would be a great life and a work opportunity for me? なるほど。じゃあ、まあ、これからね、日本で働く、期待や不安もあると思うけども、こういった一緒に戦う仲間をね、我々2人で、増やすためにね、いろんな、情報を発信していきたいというふうに思います。そして3つ目です。先日ながらですね、私とケベントでサイン会を、実施させていただこうと思います。こちらの方ですね、7月5日の、戦場の風雅の、パネルをやらせていただくときに、整備券の方をですね、お配りさせていただきます。事前にですね、この整理券を受け取っていただいて、7月の6日、7日、2回にわたって、再開を実施させていただきたいと思っています。こちらの方もね、ぜひ多くの方に来ていただけたら大変嬉しいです。ぜひよろしくお願いいたします。はい、そして、4つ目です。先ほど話したですね、戦場の風雅、こちらの方がですね、エンターテインメントホール e ゲーミングエリア、7月4日から開催期間中4日間、スイッチ版の、集大を1つ出させていただきます。ぜひね、多くの方に触っていただいて、どのような世界観でどのようなゲームなのか、私たちがですね、魂込めて作っているもの、こういったものをですね、ぜひ体感していただきたいというふうに思っております。それではですね、大きく4つ、今回のアニメエキスポ私たちやらせていただきます。皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。ぜひ、ご来場いただき、私たちのパネルや集大楽しんでいただければと思います。皆さんにお会いできるのを楽しみにしてます。よろしくお願いします。 We will be waiting for you in Los Angeles.